プーネネスクールは、プーネネの集落を運営していたハワイアンコマーシャル&シュガー会社によって1922年に建てられ、1913年に同社から寄贈された10エーカーの土地に建てられた4部屋で350人の生徒を収容していた建物に代わり、1922年の2階建て、新古典主義建築のコンクリートの建物は、約1000人の生徒を抱えるマウイ島最大の小学校になった。しかし、1950年代にはプーネネ地域の産業は衰退し、この学校建物は特殊教育の授業に使用された。1979年にはハワイ州教育省の別館になった。2000年8月22日には、アメリカ合衆国国家歴史登録財のリストに追加された。1937年、プーネネスクールの理科教師である宗一坂本は、1940年、東京オリンピックに出場させるために、3年間水泳クラブを作り、男子生徒を水が勢いよく流れるサトウキビ畑の導水路でトレーニングを開始した。ホセ・バルモレス、ケオ仲間、バニー仲間、ヘイロ、広瀬、ビル・スミスは、導水路の水流時速15マイルに対して50ヤードの短距離の泳ぎを練習して、全米大会には出場することになるが、1940年と1944年のオリンピックはキャンセルされてしまったので、参加することはできなかった。しかし、スミスだけは、ついに1948年ロンドンオリンピックで400メートルと800メートルのリレーチームで金メダルを獲得することができた。坂本コーチとそのチームについては2015年に出版された本に詳しく記述されている。ありがとうございます。